警視庁航空隊は、警視庁地域部に所属し、航空機を運用して、各種警察活動を行う部隊である。2018年11月現在、大中小14機のヘリコプターを運用しており、日本の警察航空隊の中で最も規模が大きい。警察博物館で展示される、春風1号昭和30年代に入ると、実験事故等の広域化。 スピード化に伴って警察の機動力強化が求められるようになった。特に交通関係や災害発生時における警戒、救護やその他の警備などの分野では広域性と機動力を兼ね備えた立体的な警察活動が強く要請されるようになった。このことから警視庁ではカナダやアメリカ合衆国等での警察航空業務の状況や 運輸省航空局や民間航空会社、ヘリコプター製造会社等に対する調査研究を進めるとともに、警察庁や東京都、東京都議会などの関係各所にヘリコプターの配備を働きかけた。1959年7月の第4回臨時都議会でヘリコプターの導入が承認され、これにより、警視庁は全国の警察に先駆けてヘリコプターを導入することとなった。 機種は、川崎ベル 47G-2 で、同年10月15日に納入され、翌10月16日、球団の警視庁、警察学校校庭で、命名式が行われた。愛称としては、都民に広く募った結果、1052件の応募があり、寄せられた292の愛称の中から、春風が採択された。また、1960年10月10日には、 警察庁から警視庁に対し、という機の同系機1機が配備されて、春風二2号と命名され、という機は、春風一1号と解消した。この国有機の配備に伴い、警視庁管内だけでなく、関東及び東北管区警察局内の各県公安委員会の出動要請に応ずることを義務付けられた。さらに1963年1月10日には、 川崎ベル 47G3 バイト KH41 機が追加されて、春風三3号と命名されたが、これは同系機の量産初号機であった。また1968年には、中型の富士ベル204バイトを追加導入して、大鳥と命名した。1969年の時点では、この中型1機、小型3機の陣用であり、大鳥と春風二2号、3号が、 東大安田行動事件警備に参加した。また1973年には大空として大型のキロボルト -107E や -17 も導入された。春風を受領した当初は、江東区深川の民間会社の施設に曲がりして運行していたが、1964年4月に江東区深川に東京ヘリポートが完成したことから、同時に基地施設を新設した。 そして5月14日には、警視庁航空隊の初隊式が行われた。警ら、事件発生時の情報収集、遭難者の捜索救助など、上空からヘリコプターを使用した警察活動を行っている。特殊救助隊や山岳警備隊の救助活動などを支援することもある。パイロットは、実務1年以上の警察官で、 防衛省による適正試験の成績優秀者の中から選ばれる。合格者は入札により委託された外部の教育機関で事業用操縦士の資格を取得する。その後は経験に応じて各機種の限定変更、景気飛行証明、教育証明など様々な資格を取得する。整備士は主に二等航空整備士以上を放置しているものを採用試験で採用する。 ほとんどが警視庁議官。活動拠点として、東京ヘリポートと立川飛行場内に飛行センターを設置しており、大本部は東京ヘリポート内に所在している。1989年3月から1994年3月まで飛行船が配備されていた。当時は立川飛行センターから東に300メートルほど離れたあたりの旧立川基地や土地が、 飛行船の係留地として使用されていたが、現在は国文学研究資料館などの敷地となっている。ありがとうございます。